竹内千秋です。今年は一応副キャプテンをしまして、で、短い時間ですが、いろいろと教えられたなと思ってます。いろいろ何でも聞いてください。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それとか、川崎選手がこう投げようね、こうしたらいいんじゃないかな言ってもいいんだけど、まず高山のみんながどんなキャッチボールするか、俺らこんだけキャッチボールうまいぜっていうのを一回見せる。はい、それを見て言うことなかったらもう何も。はい、ただもうちょっとこうした方がもっとうまく取れる、もっとうまく投げれるんじゃないかなって思ったら、川崎選手野手だから、内野手ショートも持ってるし、投げるのがすごいうまいから、ちょっとねアドバイスもらってみよう。 OK、 そうしたら最初みんなのキャッチボール見せる。これ取るよな。ボールの真ん中で取るじゃん。ただ次今からやってほしいのはここじゃなくてグローブのこっち側に取って。当てる。どうやったら取れそう。当てる。取るよ。取るよ。あ、こうこう。お、ちょっとみんなに教えてあげて。手で。そう、正解。川崎選手にちょっとやってもらおうか。一人一人よ。最初投げる人はいきなりこの距離でビュンって投げたら画面当たっちゃうから、投げる人はそーっと顔を見ないで、こう取る。状態が悪くなってくると、どうしてもボールを見たい。
オッケー、いくぞ。おー、ナイスバッティング。さっき全部こっちに取ったやん。今でよかった。ナイス。おー、いいね。渋い。おー、すごい。ナンバーワンになれるようにね、お互い頑張っていきましょう。はい、じゃあこれで野球教室を終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。登録、コメント、高評価よろしくお願いします。